部屋には田所さん、虹を、そして私の3人が集められた。警部は一体何を言い出すのだろうか。お前が犯人だ、などと言われて逮捕されたらどうしよう。さて、千田警部はこう切り出した。一つの本をめぐって、複数の人間が集まり、そして殺人が起こった。ドラマのナレーションのように話し始める。どうやら、この事件の鍵は、本が握っているらしいな。そして、あの未解決の事件の答えもね。未解決の事件って、二重が不可解な顔をする。山上教授殺人事件でしょ？ 15 年前の。そう言って私は虹をこづいた。単刀直入に言おう。我々も到着してからずっとこの館中を探し回った。それこそ冷蔵庫の隙間までね。しかし我々も探し出せていない。千田警部はため息をついた。警察がここまで探して見つけられないんだ。こうなると考えられることは二つ。二つ？そう。一つはそんな本は初めから存在しなかったという可能性だ。確かにそうだ。私はその可能性を少しずつ考え始めていたところだ。もう一つは、まだ探していないところがあるか、だ。探していないところ？そんなところ、あるのだろうか。じゃあ、トイレとかお風呂場とかですか？私が聞くと、千田警部は首を横に振った。そんなところは、とっくに探しているよ。じゃあ、床下とか、天井裏とか。おいおい、そんなところを探すよりも、先に君たちだって探せないところがあるんじゃないのかい？何ですって？私たちも探せないところ？そんなところあったかしら？あ、虹が小さく声を上げた。どうしたの？あるかも。どこ？僕たちもまだ入ったことのない部屋。そう言うと虹は天井を見上げた。私もつられて天井を見上げる。あ。そして私は虹と同じように小さくつぶやいていた。開かずの間。ほほう。君たちは3階のあの部屋を開かずの間と呼んでいるのか。千田警部が少し笑みを漏らした。そう。あの溶接してある部屋だ。あそこを開けて調べる許可をいただきたい。考えもしなかった。そういえば、あの部屋の内部のことは全くわからない。ちょっと待ってください。田所さんが言った。この野々宮図書館の管財人として、それを許可することはできません。どういうことです？千田警部がくぐもった声で言った。私としても警察には協力したのですが、こればかりは無理です。野々宮の遺言に、あの開かず間だけは絶対に開けてはならないとあるのです。遺言？
何をのんきなこと言ってるんです。この館で二人もの人間が殺されているんですよ。千田警部は声を荒げた。それとも、開けられては困る理由があなたたちにあるんじゃないですか？田所さんが言葉に詰まる。確かに、遺言という理由だけで警察が引っ込むわけがない。私はとっさに言葉を発していた。千田警部、開けたら大変なことが起こりますよ。大変なこと？それは何だね？聞かれるのは当たり前だ。しかし口をついて出た言葉なので、その先なんか考えてない。それは虹は心配そうに私を見ている。たたりがあるからなんです。横で虹をがあちゃーと言わんばかりに顔を覆った。ギナン君、私を困らせないでもらえるかな。千田警部は怒りを抑えているかのようだった。ここは押し切るしかないな。本当なんです。ここは今までも不吉なことがたくさん起こっていて。だから、野々宮の意志に背いたら、それはもう大変なことになるに決まってるんだから。これ以上不吉な事件が起きないためにも協力してくれ、そう言ってるんだ。私の一見不可解な言い訳にも千田警部は冷静に答えた。田所さん、あなたも弁護士であるならば冷静になっていただきたい。これ以上手を焼かせるようなら、証拠隠匿で君たちを拘束させてもらいますよ。田所さんは千田警部に押され、珍しく黙り込んでしまった。遺言という理由だけで、これ以上突っぱねるわけにはいかないだろう。銀南君。はい。君が決めてくれ。僕の決断で君たちにまで迷惑をかけたくない。だから、銀南君が選択してくれ。そうだよ銀南。ここはビシッと決めてくれよ。ちょっと虹よ、ビシッと決めるのは男の子の役目じゃないの？仕方ないわね。開かずの間を開けましょう。開かずの間は開けません。選択をします。みんな中見たいよね。中見たいんだけど、もうちょっと後にしよう。先にね、こっちのルートを進ませてくれ。開かずの間は開けません。こちらを選択します。私は答えた。あそこが封印されたのはもう40年以上も前のことなんですよ。どうやって15年前の本がそこにあるって言うんですか？勝手にするがいい。怒っちゃった。千田警部には意外な返事だったのか、珍しくいら立ちを見せた。もうおこだよ。警察を舐めない方がいいぞ。俺はちょっと一服してくる。みんなタバコ吸うんだね。そう言い話すと、ドアを乱暴に閉めて部屋を出て行った。めっちゃおこじゃん。銀南君、やばい相手を敵に回しちゃったみたいだね。田所さんがすまなそうに私の目を見た。そんな風にされるとこっちまで悲しくなってくる。そんな重苦しい雰囲気を察してか、虹郎が明るく切り出した。銀南、もうちょっと考えてみないか？何を？僕たちで犯人を突き止めようってことだよ。今までそうやって切り抜けてきたじゃないか。
私はうつろに虹を見た。虹がニコッと笑う。そうだ。まずは考えることから全ては始まるはずだ。私は力強くうなずくと、ソファーに腰を下ろした。まずは整理してみようよ。いい？オッケー。虹は一つ咳払いをすると、ゆっくりと喋り始めた。二人の人間が同時期に殺害されている。ここがポイントだと思うんだよね。そうだね。一人目の東社長は、私たちが寝室に散らばった午後10時から11時15分の間に殺害されている。田所さんが言った。私がそれに答える。三条さんが私の部屋に来たのが10時10分くらいだから、正確にはそれ以降だと私は思うわ。身を乗り出す虹を説明する。もし米川の証言を信じるなら、彼が部屋を開けたのが11時ちょっと過ぎ。つまり、それまでは東社長は生きていたことになるわ。ということは、そこから悲鳴が上がる11時15分までのごく短時間に犯行は行われたってことね。次の殺人だけど、田所さんが三条殺しの件に触れる。米川さんが銀南湖の部屋に来て大騒ぎになってから鬼村巡査が到着するまでの間、後の全員は一緒にいたわけだよね。ということは、三条さんをその間に殺害することはアリバイ的に不可能なわけね。そうだから、三条さんを殺した犯人は、東社長を殺した同じ時間帯に犯行を遂行しているのね。その通りだよ、銀南君。米川の証言は信用できないとした方がいい。となると、午後10時10分から午後11時15分までの約1時間という短い時間で、2つの犯行が行われたということだ。銀南、どうだい？この状況で何か分かることある？虹尾が言った。多分、犯行についてはいくつかのケースに分けることができると思うの。どういうこと？つまり、犯人が一人か、または複数かということよ。私は説明した。で、銀南はどう考えるの？私は、単独犯説を唱えた。二人の人間が共謀した犯行説を唱えた。別々の人間による独立した二つの殺人説を唱えた。選択をします。単独ではない。ここでは2番を選択します。2人の人間が共謀した犯行説を唱えた。私はこの2つの殺人は相互に関係していると思う。だけど犯人は1人だろうか。私は2人に問いかけるように言った。あの短い時間に2人を殺すのは物理的に不可能よ。二人は真剣な表情で、スリの展開を読もうとしている。では、一人ずつ考えてみましょう。まずは東社長。彼に恨みを抱くような人間を挙げるとしたら？虹尾がうーんとうなる。会社関係が強いかな。例えば米川専務と運転手の島岡さん。そう。あの二人は素振りこそ見せなかったけど、社長を殺す動機を共有していたのよ。想像するに、それは電話制約内部の問題だと思うわ。
あの社長の態度だったら誰に恨みを買ってもおかしくないよな。タイヤのパンクも足止めのための自作自演だわ。島岡さんの？虹雄の言葉に私はうなずいた。なるほど、東社長の場合は分かった。じゃあ次に、誰が三条さんを殺す動機は？米川が三条さんと犬猿の仲なのは知っていればよね。推測だけど、彼は彼女に何か大きな弱みを握られていったんじゃないかしら。私は15年前の殺人事件のことを引き合いに出していった。どうせなら邪魔な二人を一度に始末してしまえと計画をしていたのよ。もしかすると本をめぐるこの騒動自体が二人を同じ場所におびき寄せる米川の罠だったのかもしれない。それは考えられるね。私の考えに田所さんが同調した。動機はこれくらいにして殺害状況 に話を移しましょう。二人が大きくうなずいた。まず島岡が客間で寝ている三条さんを殺害する。その間に米川が社長を騙す画策をしていた。騙す？それってどういうこと？つまり三条さんに電話制約が脅されているから彼女の部屋に行って話をつけようとか言って連れ出そうとしたのよ。東社長を三条さんの部屋に？そう、東社長は三条さんの死体を見て驚くでしょう。だけど次の瞬間、東社長は二人に殺されるの。あたかも二人が殺し合ったかのように見せるためにね。そういう計画だったのか。でも実際は東社長の死体は彼の寝室にあったじゃないか。そう、計画が狂ったのよ。狂った？あの頑固な東社長のことだわ。なぜわしが三条を説得しなければならないんだと反対した。逆に米川を責め始めたんじゃないかしら。お前が無能だからこんなことになったんだとかね。それで二人がもみ合いになって東社長は自分の部屋で殺されてしまった。計画を自分の手でぶち壊さしてしまった米川は気が動転してしまった。それで銀杏のところへ走ってきた。私は静かにうなずいた。我ながら名推理ね。探偵としていけるような気がしてきたわ。でも島岡さんはずっと自分の部屋にいたはずだ。田所さんが口を開いた。僕ね、勝手に書庫を捜索されるのを警戒していて1階の秘書室でずっと起きてたんだよ。2階の物音は聞こえないけど部屋の前の階段を上がろうとすれば絶対にわかるはずだからね。あの階段かなりきしむだろう。あ、それわかる。あの階段って結構大きな音するんだよね。忍び足でも無理だよ。田所さん疑ってるわけじゃないけど、たまたま聞こえなかったってことないですか？私は念を押すように聞いた。そのために秘書室を選んだんだ。気づかないはずないよ。ドアの音に振り向くと、戸口に千田警部が仁王立ちしていた。聞いていた話を。探偵ごっこはそこまでだ。君たちの推理はドア越しに興味深く聞かせてもらったよ。
この人は敵か味方かさっぱりわからない。さあ、食堂の方に戻ろうか。まったく、いつまでこんな状態なんだ。興奮してる米川に松井刑事が気弱な対応をしている。仕事の状況はさらにギスギスしていた。そこへ千田警部が遅れて入室してきた。部屋の空気が一瞬にして張り詰める。皆さんは全員、現時点では容疑者であると理解していただきたい。千田警部はぐるりと私たちを見渡すと、低い声でその張り詰めた空気を震わせた。よって、これから個別に取り調べをさせていただきます。取り調べだって？米川が即座に叫んだ。冗談じゃないわ。と私も思った。しかし否定する暇はなかった。それでは島岡さんからお願いします。島岡が名前を呼ばれてピクリとする。ゆっくりと立ち上がるとよろよろと食堂を出て行った。島岡が出て行った食堂には米川のタバコの煙が充満した。1時間ほどして島岡が死にそうな表情で戻ってきた。その後は遥が呼ばれる。そして彼女が戻ってきたのはさらに2時間後だった。すでに時計は夜の10時を回っていた。私たちの体力も限界に達し、二条は私の横でうとうと仕掛けている。さっきまで島岡に愚痴をこぼしていった米川も、今は黙って貧乏ゆすりを続けている。その仕草は、食堂にいるみんなをさらに苛立たせた。自分が呼ばれたのは何時だっただろう。あまりよく覚えていない。必要な質問攻めから解放されたときには、窓から朝の眩しい光が差し込んできていた。木曜日の始まりである。私はぼーっとした頭で考えていた。一度に起きた二つの殺人、これに米川が絡んでいることは間違いない。その動機が私には見え隠れしていた。例の本が見つかれば、決定的な証拠が突きつけられるはずだ。廊下の方から、電話製薬関係者と国士大関係者を調べろという声が聞こえてきた。どうやら警察も、私と同じことを考えているようだ。さすがに手回しは早い。はるかさん。すると松井刑事が慌てて飛び込んできた。松井刑事の声にはるかが目を丸くした。お母さんが危篤だそうです。大至急病院へお送りします。危篤？はるかさん。私が声をかけると同時にはるかは床に崩れ落ちた。はるかさん。鬼村巡査と松井刑事が駆け寄る。二人に抱えられるようにしてはるかは食堂を出て行った。はるかさん、大丈夫かな。虹は心配そうに後を見送る。はるかが綾乃の病気を知ったら、
助からないことを知ってしまったら、私は電話での綾乃の思い詰めた声を思い出し、心が重く感じた。はるかの入れ違いに千田警部が入ってきた。皆さん、とりあえず一旦家にお帰りください。拘束はここまでです。その言葉に、一同は安堵のため息をついた。ようやく解放される。チッ、ここまで人を囲い込みやがって、覚えておけよ。米川が悪態をつく。米川さん。千田警部が米川を見据える。なんだよ。あなたは我々にご同行を願いたい。なんだって？千田警部がぐいっと米川の手を引っ張る。ちょっと待って。どういうことだ？もう少し聞きたいことがあるんでね。そう言って周りの警官に合図する。米川は訴えてやると警官たちを怒鳴り散らしながら部屋を後にした。私たちはその光景を目を丸くしてただ眺めているだけだった。銀南くん、ちょっと来てくれ。数日後、書庫を片付けていると田所さんが階段の上から声をかけてきた。珍しく田所さんがテレビに見入っている。何ですか？米川専務が逮捕されたよ。え？私は急いでテレビの前に駆け寄った。ブラウン管の中に見慣れた建物が映っていた。野々宮図書館である。テロップには野々宮図書館殺人事件と書かれていた。不名誉な名前だわ。私は思わずつぶやいた。幽霊屋敷として近所に知られている野々宮図書館。ここで起きた殺人事件の続報です。美人キャスターが歯切れのいい口調で言った。これ、今来てるんですか？立ち入り禁止のテープからは入ってこないから大丈夫だよ。この事件の背景には、15年前の山上教授殺人事件が関係しています。まず今回の事件の被害者である電話製薬の社長、東氏。彼は15年前、米川容疑者と共謀し、山上教授に裏献金を渡していました。二人はその見返りとして、山上教授から医学情報を得ていたのです。キャスターがボードを使って説明する。山上教授はその金を使い、違法な人体実験を繰り返していました。ここ、野々宮図書館にあるとされていた山上教授の本は、その裏帳簿であった疑いが濃厚です。被害者の三条助教授は、そのことを知っていたため、事実発覚を恐れた東社長と米川容疑者によって殺害されたのです。ボード上の矢印をなぞりながらキャスターはさらに続ける。部屋に戻った米川容疑者は東社長に殺害を報告。その際、責任を彼に押し付けようとした社長と口論になり、衝動的に室内にあった花瓶で後頭部を殴打したという流れになりますね。そうだったの。米川容疑者は依然として容疑を否認しているようです。しかし、状況証拠や製薬業界関係者の証言などから、
その立場は苦しいものになっていることは間違いないでしょう。なるほど。思いがけない東社長の裏切りに脱人を重ねてしまったというわけね。田所さん、事件は解決したけど、結局あの15年前の事件は何だったんでしょうね。今ワイドショーが説明した通りだと思うよ。東社長と米川が山上教授を殺したんでしょうだろう。うん。もしかしたら山上教授と一緒に裏帳簿だったあの方も葬るはずだったのかもね。だから家を焼き払ったのかしら。もちろん真実はわからないよ。米川を問い詰めればわかるんじゃないの？でも時効は成立してしまった。だから刑法上はもう追及はできない。そうだ、野々宮図書館殺人事件の陰に隠れてしまったが、その最中あの事件は時効を迎えてしまったのだ。だけどある意味では罪は償われたのかも。田所さんが静かに言った。罪、償い。その言葉を聞いて私は妙なことを考えていた。もともと本なんて存在しなかったとしたら、時効を目前にして無念のまま成仏できなかった山上教授の怨念が関係者をこの洋館に呼び寄せた。そして二人に、いや、逮捕された米川を含め三人に罰が下った。こう考えるのは変だろうか。それからもう一つ、遥の母太田彩乃は静かに息を引き取ったとのことだった。彼女も15年前の事件の関係者だ。果たしてこの死は偶然だろうか、それとも他の3人と同じように罰が下ったということなのだろうか。私と二条は何度も遥と連絡を取ろうとしたが、彼女の行方は分からなかった。あれから1週間も経っていないのに。だ、みんな消えてしまった。私は窓に目を向けた。陰り出した夏の日差しがそこにはあった。その中でまるで何事もなかったかのようにセミが短い命を泣き叫んでいた。時効成立、終わり。